ことだね。つなぎ直ししました。今見えてますでしょうか。すいません、つなぎ直しをしました。失礼いたしました。あと電波状況が悪いみたいで申し訳ないです。こんばんは、見えてます。あ、ありがとうございます。いや、改めて発表になりますが、私もで噛みましたね。森村がちょっとやり直しさせてください。やり直しさせてください。今ちょっと隣で笑ってる人がいるんですけど、ちょっとやり直しします。こんばんは、いいみたいです。ありがとうございます。はい、やり直しします、やり直しします。私森村が、11日から梅田店の勤務になります。移動は大変でしょう。こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。なので、10日まで、明日までですね、店に、勤務しております。明日が店の、ラストの出勤日になっておりますので、皆さん、梅田茶屋町店の方で、引き続きよろしくお願いいたします。森村さん、こんばんは、お元気ですか。元気です、ありがとうございます。こんばんは。あ、こんばんは。転勤ですか。そうです、はい、転勤することになりまして、はい、明日まで店の方におります。で、11日からは、梅田茶屋町店の方で皆様のことをお待ちしております。嬉しいです。あ、ありがとうございます。梅田移動嬉しい。あ、ありがとうございます。梅田にもまた行きます。茶屋町にいらっしゃるのですかね。はい、緊急事態宣言で全く神戸に行けない間に、そうなんです、はい、神戸から大阪に行くことになりました。梅田の方が近いのでちょくちょく会いに行きます。 ありがとうございます。梅田へ行かれても森村さんのライブ配信見れますか。はい、一応、インクのお話し会ですね。やっぱりインクのお話の方を梅田茶屋町店の方でも引き続きしていこうかなと思ってますので、皆様どうぞよろしくお願いします。あら、そうなんですね。神戸から引っ越ししてから行けてないですが、電で森村さんに会えて嬉しかったです。ありがとうございます。電気もお疲れ様でした。引き続き長澤さん盛り上げてください。ありがとうございます。梅田行く時の方が多いのでよろしくです。ありがとうございます。結構皆様大阪の方に行かれる方多いみたいですね。はい、ね、向こうでもインクのお話とかお客様としたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。でですね、なんかさっきから映ってるなっていうこれなんですけども、仕事帰りにダッシュで会いに行きます。 ありがとうございます。茶屋町によく行くのでとっても嬉しい。ありがとうございます。おとつい西舞子を調節していただきました。ありがとうございました。感慨深い。 ありがとうございます。覚えてます。はい、また遠先ですね、調子悪くなったらお待ちください。でですね、なんでこれを出してるかというとですね、はい、デンで最後に自分へのお選別でとあるものを買いまして、はい、それの開封の儀をしようかなと思ってます。イエーイイエーイ。でですね、じゃあ開けようかなと思います。まあね、箱が新しくなったビスコンティちゃんなんですけども、じゃん、よいしょ、ね、いきますよ、いきますよ。パチパチパチ、開封の儀。そうです、もう普通にね買いました。はい、じゃーん、ビスコンティのボールペンです。はい、新作ですね。レンブラントのシリーズです。で、やっぱりアオラーなので青のボールペン買ってしまいました。まさかの購入品紹介。そうなんです。スタッフのね、購入したお品を紹介するという。これを持って梅田の方で、はい、勤務しようと思って。綺麗なね軸なんですよ。これすごい。パチパチパチ。ありがとうございます。はい。すごい。でレンブラントの絵画をイメージしてます。ですごく綺麗なお色です。で定番品になるので、まあ、一本一本柄が違うんですけども、お求め
いただけます。はい、めっちゃ綺麗な青なんです。さすがオーラ綺麗、ありがとうございます。宝石のようですね。はい、なのでこれを身につけて、あの梅田茶山地点で、はい、バリバリ働きますのでね。はい、これを指してる人間がいたら森村です。はい、森村さん移動ですか。そうなんです、移動です。万年筆もありますか。あ、今万年筆はないですね。綺麗な青ビスコンティ憧れます。今日はネイルしてないのですね。そうです、ちょっとレアな日です。あ、お似合いです、ありがとうございます。はい、ということで、はい、これを持って梅田の方で頑張って働きますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、というところでですね、ちょっと書いてください。書きますかよいしょ。森村さん、お仕事頑張って、おいくら万円ですか。これは2万円にプラス税なのに2万2000円になっております。はい、めちゃ綺麗です、本当に綺麗です。ちょっとピント合うかな、こういう流れるような色ですね遊びに行きまする、ありがとうございます。よいしょ。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、聞いたことある。バレた。バレてますね。色ごとでバレた。ちょっともうバレちゃってますね。よいしょ。開きますね。じゃあ。隣にいますよ。バランスが良すぎる。ビスコンティの芯いいですよね。なんかぬるぬる系の、ぬるぬる、私めっちゃ好きです。あのコスモエアライトで書いたらちょっと鳥肌立ちますよ。書いてください。わお、ファンタスティック、ファンタスティック買い立てのやつ書かせてもらう竹中さんだ。あ、バレましたね。はい、今日は隣に実はいます。そう、森村ロスに襲われている竹中が隣にいますちょっとずっと寂しがってくれてるんですけど、はい、行かないでインクは何でも合いますか。これジェットストリームも入ります。はい、パーカ芯ですね。パーカタイプの芯です。はい、なんであの細いのが好きっていう方は 0.5 とか 0.38 とかも入れていただけます、ね、ビスコンティ結構使い勝手いいので、はい、もうお気に入りの一本になります。竹中さんもこんばんは。竹中さんにお会いできなくて寂しいですおえなんでそんなとこで噛むん緊張してるんですよ。これが最後だからちょっと緊張してるんですはい、でですね、竹中さんが泣いてる。いや、ほんまに、はい、ほんまにね、はい、上田会いに行きますね。はい、会いに来てください、はい、あの時々ね、あの竹中も梅田に応援に来てくれるの、2人揃って梅田で、はい、皆様にお会いできる日があると思います。竹中さん、森村ロスなんですねもうちょっと今日ひどくない森村ロスなんですけど緊張してるんですめっちゃ緊張して、最後だから、最後なんでね、ちょっとこれじゃ向こう行って、向こう行って、で今日はそのいろいろおしゃべりしようということで、うん、もうゆるいライブです、うん、はい、でね、この、まあ、まず第一のお題として、うん、レンでそのね、いろんな思い出もありましたが、実際自分が好きな商品とかをお話ししようかっていうことでいろいろ持ってきました。で、私と、竹中さんの、あの伝で好きな商品ですね、うんうん、をそれぞれちょっと出してお話ししようということでいろいろ持ってきてます。確かに森村さん、あれですもんね、うん、インクの配信多いから森村さんのペンの話ってあんまりないよね。そうですね、あんまりしたことない気がしますね、うん、気になる、うんうん、で、もうあのもう先にネタバレするとものの見事に青しかほぼほぼないですこれ青に入りますかね。それ青でしょ青じゃあどういうこと、ほぼじゃなくて全部青ですなんでその最後にちょっと抗った全部いや、これは青じゃないのかなと思って。じゃ あ牛さんが重大発表聞き逃しちゃったみたい、もう一回発表してください。もう一回ですか。はい、私森村が、11日から電ではなく梅田勤務になりました。
行かないで。もう行きます。明日が最後です。なので明日は、電の方に勤務してます。明日が最後です。はい、行かないで。紹介できないじゃないですか。じゃあ、まずどうしましょうね。これ一回全部写す、全部写しちゃいます。なんか並べていきましょうか、この辺にね。じゃあまず1本目、じゃん、アウロラテッラマネ室ですね。はい、めっちゃ綺麗です、ね、このクリップの部分も青なんです。はい、でよいしょ、次マネ室から行こうかな。じゃあ次これです。じゃん、レオナルドハワイブルー。そうなんです、もう完全に青ばかりですね。はい、よいしょ。いや、森村さんロスン半端ないですよ。半端ないですか。だってほら、私、はい、境町インディゴしかインク勧められへんから、インクね、なんかおすすめありますかって聞かれた時にいつも森村さんにお願いしてたのに、これから、はい、今度から私からマネ使う人はみんな森村さん境町インディゴしか、ね、あのその時はちょっと電話で相談してください。はい、アオラ大歓喜ありがとうございます。じゃあ次、あ、話飛んじゃったすいません。次ですね、ボールペンいきます。はい、じゃん、これ結構まだ見られてない方も多いと思う、カラーンダッシュです。この転換まで水色かわいい。はい、これがよいしょ、レマンですねのシリーズです。結構でも森村さん、私的にはこういう感じのブルー好きなイメージだったんで、こういう明るい水色意外でしたね。あ、本当ですか、うん、でもすごくその手に馴染むんですよね、この色、ね、肌の色にすごく馴染むのでいいと思います。で次ですね、どんどん行きましょう。はい、ファーバーカステルギロシェちゃんですね。これ廃盤色になるって聞いて、もうショックで仕方ないですね。もうめっちゃ可愛い色なんですけど、なのでね、これ狙われてる方はもうお早めにっていう感じなんです。 ね、私もね含めて狙ってます。で最後これ青じゃないと思ったんですけど、青認定されちゃいました。はい、ビスコンティです。はい、ね、これ新作です。なんでちょっとそう悪あがきするんですか。オレンジ入ってますもん。いやでもベースが水色やから、もうもはやそれは水色です。これは青認定になる。これオレンジでも入ってる。あ、でも個体によっては結構オレンジ多いのとかもありそうですね。結構このシリーズ個体差があるので、これは青だろうってコメント聞いてます。青ですか、ね、そうですよね、オレンジも入ってるんですけど、青らしいですね。青人間ですかって。でこんな感じです。並べるとね、もう青しかないことが分かりますね。分かりやすい、最後のビスコンティ綺麗、これね、めっちゃ可愛いです。もう本当に個体差あるのでね、世界に1本だけの自分だけの軸っていう感じがしてすごくいいと思います、ね、ここ面も取っててちょっとキラッとしますね。そのペンは青ですね、全部青。ほら言い方がいない。で、あとはね、芯の話をしてたんですけど、このカランダッシュですね、最近出たターコイズの芯ですね、入れるといいんじゃないかっていう話を、はい、してました。めっちゃ可愛いと思います。最後のビスコンティなんて名前ですか。はい、これは5本のシリーズですね。5本のシリーズの、農夫のいる古いブドウ畑ですねという名前です。はい、青いいですね。この並ぶ6本綺麗、もう本当にね、お金持ちだったら全部買ってますね。いや、なんかお金持ちだったらね。なんか言いたいこと分かるけど面白いな。中学生以下 の作文みたいな。あ、それはえ、そこにもう一本あるよ。あ、これもそうですね、もう出します。青です。はい、カランダッシュのクラインブルーのフィックスペンシルです、ね、シャープペンシルもすごく実は好きで、いろいろ集めてるんですけど、ね、フィックスペンシル結構芯が太いのでね、これ可愛いですよね。これでもラス1です。ラス1なんですよ。そうなんですよ、全部青や、全部青。
だからこういうことになるから私はペンの話向かないんですよきっとね。同じ話ばかりしちゃう。森村コレクションですか。そうですね、もう私がペンのお店を開いたら青しか並ばないお店になると思います。クライムブルー来た。これ最後の1本です。はい、ラストお店に1本あります。よいしょ、青ラーにはたまんない。ありがとうございます。すごい眼福です。ありがとうございます。どれかなんか皆さん見てみたい色とか。これかわいい。これ本当に転換かわいいです。なんかマット調なんですけど、ちょっとしっとりしてるマットなんですよね。うんうんうん、うん、あとちょっと気づいてしまったんですけど、うん、金色クリップが一つもないですね。ああほんまや、うん、これもねブルーのクリップなので金ではないですし、シルバークリップがちょっと好きなのかもしれません、うんうん、右から3番目は何ですかってコメント来てます。これそれ、これは新作です。カランダッシュのレマン、ね、限定カラーですね。限定カラーです、うんうん、はい、かわいいです。バターレンで一番最近、つい1時間ぐらい前に投稿してるんで見てください。青オンリーのお店いいんじゃないですか。知らんけど知らんけど関西人特有の、関西人のやつブルーは癒しのカラー、良き、ありがとうございます。でですね、うんうん、じゃ次合うインクかな、うん、好きなインクとかもいろいろ持ってきてます。実は、はい、でアウロラのテッラに一番合うなって思ったインクですね。やっぱりね、この青が一番私好きだったんですよ。京町レジェンドブルー、あーいいね、うん、この色が本当にやっぱりもう目が覚めるような青 で、うんうん、でなおかつ使いやすくて、うん、すごく綺麗なので好きです。ヨーダも好きよね。本当ですか。あ、ヨーダも確か、はい、ヨーダ店長も好きだったと思います。それは初耳やな、はい、初耳やな。右から2つ目もマット調ですか。そうです。そうです。で、刻印がねちょっとニューニューと柄が入ってますね、うんうん、あ、いいわ。結構滑り止めになるんですよね、ここはね。いいですね、はい、で、あとはよいしょ、このハワイブルーですねに合うなって思ったのがこの色です、うん、あーいい、はい、かわいい、かわいい、ブルーマーレ、めっちゃバカンスって感じする、はい、ね、もう最高ですよ。今ねなかなかハワイ行ったことあります、竹中さん。私ないです。ないですか。あ、本当ですか。私もです。あ、ないんだよいや、あるな、ハワイでしょ今の。いや、私行ったことあるんですけどっていう流れがねグアムまでは行きました。あ、グアマ、グアム、グアムガムまでは行きましたなのでハワイには行ったことないです。いや、行きたいですね。ね、これ一本一本色も違うのでほら、ないんかい言われて、ないんです、ないです。ちょっとハワイに思いを馳せたいなと思いました。はい、あ、瓶かわいいね。瓶もかわいいです。合わせるとかわいいです。うん、これめっちゃ飾ってたい感じのね、ちょっと薬瓶みたいな感じでかわいいですよね、うん、よいしょ。なんか何え、何今のフントがね合わないかなと思います。 あ、 ありがとうございます、はい、で、あとは、もう一色、あの最近すごく好きな色になりました、うん、このロッコヒマラヤンブルーっていう新作の色ですね。新しいやつ、はい、これ本当に綺麗な青です。文字書くのが、うん、なんか不思議な感じの色合いですね、うん、ほら、みんな森村さんはハワイ行ったことないんかい、ね、ないんかい。めちゃくちゃ突っ込まれてますけどないですね。ハワイは行ってみたいところではあります。あ、なるほど、はい、憧れをね、はい、憧れを抱いてその軸を選んだわけですね、はい、でもハワイもグアムも雰囲気的には似てるんじゃないかなと思うんですけど、その説明だからいいみたいなないからいつか行きます、いつか行きます、はい、じゃあよいしょ、どうしましょうね。書いてみる。書いてみますか。書いてみますか。よいしょ。何で書こうかな。じゃあ今ねヒマラヤンブルー気になってますってコメントあったから、ぜひヒラマンマンちゃん。え？おあかん。なんて。森村がおらんくなったら私が森村さんの代わりに噛みますから。さっきいる時も噛みますけどね、ちょっと映っちゃったかなっていう話してます。そう映ってるんですよ。今のはすごかったな。髪毛が。今のはすごかった。危険やな。
よいしょ、こんな感じです。なんかすごい今までで合ってなかったような色ですね、うんうん、すごい不思議な色です。神々マジ神神々担当引き継ぎ、あ、それは引き継がないです、引き継いでください。タスキをねかけてもらう。いいですね、うん、いや気持ちいい色ですね。そうなんですよね、うん、よいしょ、使いやすそう。また軸と合ってる。グラフィー色ともすごくいいんですよね、相性が、うんうん、今コスモエアライトで描いてるんですけど、あー、ね、いいですね。乾いてくるともう少しグレーっていうか浮いてきますね、うん、ちょっとこう乾くと落ち着いた感じの色味になりますよね。そうなんです。なのでこうなんでしょうね、モダンな水色というか、うんうん、おしゃれな感じがします。今日待ちレジェンドブルーも描いてください。あ、描きますか、皆さん。よいしょ、これ B ですね。しかもいいですね。いいじゃないか。いいですね。それもラス1ですからね、テッタも。ね、テッタラス1です。結構ね、やっぱりルテニウムなんで、あのペン先はね、固めなんですけど、その分サクサク感は楽しめますよね。最近太軸の良さに気づいたので、うん、次何か買うときは太軸に、太字にしようかなと思ってます。ようこそ。今でもあの太め持ってるんですよ、うん、B 持ってるんです。うん、なぎなたちゃう、やっぱりなぎなた。なぎなたはきっと手に余らせてしまうよ。クロスミュージックなんでそういう際どいところを攻めるんですか。なぎなたもすごい万年筆ですからね、インクとは本当に相性もいいですし。あ、レオナルドのハワイブルー使ってらっしゃる方がいい。そうそうそう、ペンとしてもねいいんですよ、うんうんうん、ペン先すごく大きいですし柔らかいですしね。 B めっちゃいいですね。そう、アールラの B 意外といいんですよ、うんうん、そんなに太くないですね。そうそうそう、めっちゃ細かく描けます。うん、よきよき。それこそ手紙とかね、サイン書きのシーンとかやっぱりいいですよね。これ普通に手紙の、ね、サイズでいいと思います。書けると思います。よいしょ、こんな感じです。よし、はあ、ロスがすごい急に寂しがるじゃないですか急に急すぎる。よいしょ。で、あとはどうしましょう。うん、これの話します。おう、好きにして。好きにして好きにして、突然の投げやり投げやり森村さんって超マオラーですか。あ、実はですね、私手帳デビューをまだしてなくてですね。そうそう、そうなんです。どのサイズがいいのかとか、まだまだもう手帳超初心者です。なので梅田にあの行って勉強しようかなとは思ってます。はい、なので手帳デビューしたらね、それこそライブでお披露目したいですね。皆さんこんなの買いましたっていう風に、うん、はい。京町レジェンドブルーはコバルトブルーみたいで綺麗。小学生の子供が横で綺麗って興奮してます。ありがとうございます。で、近くで写しとこう。めっちゃ可愛いです。グレイッシュな感じ出てますね、上も。はい、で、あとお店にあった、まあ好きなものですね、欲しいなっていうやつは、うさぎの寝床さんのこのソラキューブっていう種類ですね。で、私はうさぎが好きなんで、うさぎの尾っていう、はい、これ植物なんですか、ね、植物です。尾の尾じゃないですよはい、もちろん植物。そんな引きちぎったりしてないですよ。やめてください、急に怖い怖い怖い。こういうちょっとふわっとしたですね、ソラキューブ。で、これが強く柔らかくもう突っ込むの疲れた、噛みすぎて緊張してるんです。もうこんなに最後なのにこの噛み噛みなことあります。ちょっとラスト噛み噛み、ラスト噛み噛み、ちょっとたっぷり噛んどきますけど、はい、ね、かわいいんです。で、もう一つはイモテルですね。これが心の太陽っていうですね、空言葉があります。どっちも本当に素敵な、ね、空言葉があって、
ちょっと黄色系が、うんうん、青とまた合う、かわいい。私はちなみにあの森間さん移動なんで、はい、私もソラケーブル持ってきたんですけど、これね、まずワイルーロ幸福のお守り、うん、いいじゃないですか。いいですね。中身もかわいいんですよ。赤い実かわいい。これもなんかね、いいですよ ね, すね、はい、うん、こう重ねてもかわいいですし、いいと、もう一個持ってきて、これ貝殻層、これね、環境への適合頑張って適合します、ね、はい、こういう感じ。これも結構個体差あって、うん、これ割と白っぽいですよね、うんうん、梅干し、梅干し、梅干しみたい、梅干し、梅干し、梅干し、カリカリ梅の方ですね。カリカリ梅の方の梅干し、結構これ鮮やかな赤なんですよ、うん、実際見ると。ソラキューブ通年販売ですよ。お店にいっぱい並んでます、はい。で、あのもうね、あの春の限定の桜は完売しちゃいましたけど、この辺は全部置いてますよ、ね、重ねると最近可愛いなっていうことが分かりました。うん、可愛い。で、3つ用のスタンドとかもあるんでね、そういうの入れてもいいですよね、うんうん、っていう感じです。これ閉まってしまった、こういう感じ。貝殻そう、なんか横から見ても綺麗ですね。あ、そうですね、結構どの角度でもいいと思います。何寂しいながらも応援する竹中さん負けないですそうやね、うん、応援しますよ。いや、優しい、優しい、寂しいけど、寂しい、寂しい、行かないで、寂しい、ずっと毎日最近寂しいって言われますあの、本当に寂しいですね寒寒じゃない、寒じゃないです、竹中です。寂しいです口の中が酸っぱくなって梅干し、梅干し、チンジャーさせてで、もちろんですよ、あのということは竹中さんもね、うん、あの欲しいペン持ってきてもらおうということ、持ってきてもらいました。持ってきましたよ。で、やっぱりインクは案の定も境町インディゴしか持ってこない。いや、なんでネタバレするんですけど。いや、インク選びましたよって言いなかったのに。ネタバレじゃないですよ。もうね、これは周知の事実なので。ほら、竹中さんがね、逆にあの境町インディゴを持ってこなかった日には、え、中身違う人が入ってるっていうところなんで。いや、そんな、そんな時もありますよ。境町インディゴ以外を選ぶことだって、うん、今持ってるマネスは全部境町インディゴ入ってますけど、うん、あれ、あれ、全てのマネスに入ってますけど、よいしょ。私ね、もうあのちょっとね、少なめに控えめにとりあえず4本持ってきたんですけど、これ今星40し、黒い渋い木って感じですね。まあそうですね、まあ、うん、あとはまあマネ室とボルベ2本ずつなんですけど、うん、やっぱりセラ島なんで、うんうんうん、マネ室はセラさん、これすごいですね。そう、これね、これ一番最近ね出たやつで、本体がエボナイトの軸でなぎなたの万年筆。森間さん移動されても竹原さんとコラボでインスタライブしてほしいです。しましょう、したいですね、しましょうね、しましょう私より寂しがってるっていうか、そう、太くて大きいですよ、こんな感じ。めっちゃ大きいですね。そう、なんか比べるものあるかな。で、849と比べてみます。大型ペン先、849と比べたらやばそうですね。いいね、大きさ全然違うんで、こんな感じ。ザーン、遠近法が失われている感じですねね、めっちゃ太くて大きい、うん、すごい。で、なぎなたの MF と M と B とあるんですけど、まあ、私はなぎなたは MF 一択なので MF 選びました。こういう感じいいですね。でっかいな。でっかいです。太軸いいな、憧れますね、うんうん、エボナイトっていうのがまたいいですよね。このリングのない潔さもすごくいいですし、うんうん、こうしっとり感がね、やっぱ持った時全然違います。ちなみにこれは税込みで165,000円のモデル。これ本当に数日前入ってきたばっかりなんですけど、え、マジで書いていいの？え、書きますなんでテンション上がんねんっていうな書いてください、書いてください、書いて書いて。これでも森村さんは絶対選ばへんもんね。いやー、うん、持ってたらちょっと笑ってもらうかもしれん。手が小さいので、うん、本当に手に余るサイズですねうん、めっちゃ大きいです本当に。手からこぼれそう、怖い怖い。気になってたやつ欲しい。あ、
いいと思いますよ、かすみさん。こうガルーシャの手帳にね、これ。うわー、かっこいい。めっちゃかっこいい。いいですね。逆に黒だと本当に何色でも合うんですよね、手帳とかも。うわー、うわー、すごい。あー、もう。ペン先大きいですね、改めて見ると。はい、ずっと書いてられる。かっこいいですね。ああ、欲しい。思わずため息が出てしまいました。これね、うん、一番最近入ってきたやつですから。ぜひぜひ、あの、お近くの方はね、書いてみてください。ああ、ぜひ、これはね、こんだけ大きいペン先で21金、うん、なぎなたはもう、ないですから。かっこいい。かっこいい。手がちっちゃい方ね、どうなの？私もそんなに大きい方じゃないんですけど、普段ね、細いペン使い慣れてらっしゃる方はちょっと手に余るかもしれないですね。重たくはないんですけどね。で、あと、これは定番品、セーラーさんの、ギア、レアロ。本体吸入ですね。こういう感じ。レアロもすごいいい太さなんですよね。そうなんですよ。バランスいいですし、うん、あとやっぱ本体吸入っていうのがね、うん、嬉しいじゃないですか。ね、いっぱい書く人には本当に嬉しいと思う。そうなんですよ。で、私とかは結構太い字幅が好きなので、うん、すぐなくなっちゃうんですよね、インクが。うん、で、そのすぐなくなるストレスからやっぱり解放されるためには本体吸入だっていうところで、これ国産メーカーさん意外とね本体吸入少ないんですよね、うん、作ってらっしゃるのはね。あんまりないですね。はい、療養式が多いので、うん、で、この窓のこのなんていうんですか、幅感といい、うんうんうん、そうそう、窓がねついてるんですよ、本体吸入なんで。閉めた時にここのね窓がここから見えてるっていうのが、うん、もううわーってなる。ここにまあ入れるのは坂町インディゴ一択なんですけれども、うん、他には入れないんですか、うん、選択肢はない。選択肢ないな。坂町インディゴ本当にいい色なんですよね。アオラの私もそう思います。やっぱ文字に書いた時にグラデーションが本当に綺麗なので、うんうんうん、なかなかないようですね。これはちなみに M 持ってきました。なぎなたの MF と比べると結構字幅違うんですけど、うんうん、これもギアなんで21金ペン先ですね。ペン先の大きさがさっきのねこれと全然違うんですよね。比べたら分かる。で、色違うように見えます。あ、ほら、こんなに大きさ違うペン先、すごい。21金でこんなでかい、うん、なんだこれはってなりますよね。もう本当に指サイズですよね。いや本当に。いや大きすぎる、びっくりする。ちょっと森間さんこれ書いてみてくださいよ。え、書くんですか。はあ、はあ、はあ、あ、でもキャップ取ったらそうでもないですね。そう、結構いいですよ。収まりいいですね、はい、そんなにはみ出ないです。で、重たくないですからね、やっぱり一番のポイントは、うん、あの思ったより全然軽いです、はい、うわー、ほら、うわー、ほら、ね、何これねって、ね、いいでしょ。いいですね、これ縦書きとかいいんじゃないですか、うんうん、やっぱり日本語書くことに特化してるペン先なので、縦書きでお礼状書くときとかはやっぱりこれ使うと綺麗に書けますね。鳥肌が立ちそう。パイロットのカスタム漆ぐらい、そうですね、サイズ感的にはそうですね。カスタム漆の方がもうちょっとペン先がしなるイメージです。今噛みました。もう引き継ぎます、紙家は、はい、はい、タスキがけして出に立ってください。カスタム漆の方がちょっと太いかな。太いと思いますね。うん、太くてもうちょっと重たいような感じがするかも。なんか重心の位置が多分違うと思います、うんうんうん、エボナイトは軽い気がします。軽いですね、うん、うお、素敵でため息出ちゃう。引き継ぎ完了してしまった。そうそう、あと日本はボールペンで、これは、まあ、去年の年末やった、うん、私の今年のペンオブザイヤーみたいなやつでも紹介したんですけど、うん、これはカランダッシュのバリアスで熊健吾、建築家の熊健吾、うん、建築家の熊健吾さんとコラボした分、はい、ノック式のねバリアス、はい、かっこいい。この熊健吾さんの建築って言ったらこの組木がやっぱり、はい、代表的なので、それをモチーフにしてるんですけど、で、マネ筆とボールペンと両方とも出てるんですけど、やっぱり、まあ、カランダッシュといえばボールペンっていうのと、ね、まあ、ノック式のねやっぱりこのバランスがちょうどいいのでいいなという感じで、うんうん、竹中さんが森村化しそうです。いやもうね本当に
第二の森村は第二の森村 B そう、これでも14万3000円なんですよ。なんでこれとこれが渋い日本で30万ぐらいになるんですけど30万か、うん、でもいいなと思って、うん、これはね本当にすごい好きなんですよ。ここにね熊健吾さんのサインが入ってたりとか、天空が白なのもまたねいいですね。そうですね、うん、すっごく素敵。そうこれはね欲しいけどなかなか、まあ、限定で1本しか入ってこなかったっていうのもありますし、ちょっとなかなか手が、ね、出ないっていう感じで ね、匂いもねすごい素敵な、あそうですね、ヒノキのね香りがまだするんかな、うんうん、します、あ若干するかも、あしますね、ねえ、うんうん、そう熊健吾さん、これにとどまらずね、あの熊健吾さんの次は谷口義雄さんとコラボして作ったりとかしてほしいですね建築シリーズ、原田さんお願いしますただあの、ね、今回日本人初ですからね、うんうん、そうですよね、うんうん、確かにね、熊健吾さん、ね、いろんな方とコラボしてほしいですね、うんうん、あと最後に1本持ってきた、これも限定なんですけど、これさっきね森村が紹介してたギロシェと同じファーバーカステルの、こっちはクラシックなんですけど、ちょっとねやっぱモデルが違うんですけどね、一回り大きいのとここのリングの加工とかが若干違うんですけれども、これはスネークウッドっていうのの限定から、あの限定のね軸で、これ天然の木なんですけど、こういう感じ、これも結構個体差あるんですけど、これ天然の木でこんな柄出るのないじゃないですか、ね、これすごい、ペンシルなんですよ、ペンシルとボールペン両方あって、もうボールペン完売してしまったんですけど、完売してしまったんですけど、すいませんねちょっと今ね警備員の方が来られてね、これねペンシルが欲しかった私は。いやスネークって本当に渋くてかっこいいんですよね、柄が本当に綺麗、こういう感じで、カステル結構細いんですけど割としっかり重たさがあるんで、うんうんうん、まあもう楽ですよね、鉛筆とかは特に、うん、この口金がすごい長いっていうのがもうまたポイントなんですね、バランスが本当に良くて、うんうん、でボールペンだと私の場合は手がそんなに大きくないんでちょっと後ろが重たいんですよね、うんうんうん、ボールペンってやっぱり立てて書かないといけないので、うんうん、立てて書くのちょっとしんどいかなって思ったんですけど、うんうん、ペンシルだったら倒して書くので、確かに確かに、はい、これはちょうどいい感じの 0.7 ですね、うんうん、ドイツのメーカーさんなので、これもう1本だけですよね、あこれね1本だけじゃないんですよ実は、まだ、ええ、だからまだ今だったら柄選べる感じ、なるほど、そうあとでも3本ぐらいですかね、うんうんうん、これ6万6000円税込みです、ね、スネークウッド自体本当に希少な木なので、うん、選べるっていうのはなかなかないですね、ないですね、うん、これが私の選んだ4本、こっちは栄町インディゴ入れます、うん、聞くまでもねって感じ、激渋という感じですね、うんうん、スネークって面白いですよね、バイオリンの弓にも使われてるみたいです、そうなんですか、結構ね木の素材として本当に高級なので、うんうん、青、ね、こうやって比べるとまあ違う人間が選んだなっていう感じですね、そうですね、同じ人間とは思えないです、ね、でもお互い分かりやすいですよね、結構ね大体、うん、これ竹中さん好きそうやな、うん、みたいな感じの、そのビスコンティをそれを青じゃないって言おうとしてたことに私はちょっとびっくりしますけどね、これ青じゃない、青ですよ、青ですよ、オレンジ入ってる、オレンジです、オレンジです、そうじゃないわ、青ですよまあねやっぱ好きなのでどうしても、うん、はい、でもね今回あの青緑の軸がねないんですよね、あないですね、うん、あんまりお店に今青緑系ないですもんね、そうなんです、もう見つけたらもう即座にキープします、うん、石丸文工堂さんで栄町インディゴ購入しました、 ありがとうございます、ありがとうございます、ようこそインディゴ沼が、あこんばんは、今からの方もこんばんは、いろいろ紹介しました、ロスがすごい、明日で終わりか、そう私は明日休みだから森村さん ね、そうですね、今日で最後なんですよ、うん、そうなんです、竹中さんと会うのは今日は最後なんです、そうなんですよ、もうね3日ぐらい前からもうあと何日あと何日
梅田にようこそって歓迎しないと。歓迎してあげてください。ありがとうございます、はい、梅田に行かれる方はね、はい、ぜひ大阪のね、皆様ともぜひお会いしたいです。うん、うん、インク詳しいですしね、絵も描くんで、こうマネスインク使って絵描きたい方とかはね、うんうん、森間に相談してもらうといろいろいい提案がね、はい、しますよ。バッチリ水伸びがいいやつとか結構いろんなインクあるので、うんうん、本当に沼なお話いっぱいしたいなと思ってます。うん、竹中さんは明日お休みなんですか？そうなんです、うん、でもちょっと寂しいから覗きに来ようかな。え、来てくれるんですか、うん、お休みなの。寂しいから覗きに。本当ですか？声かけんと覗くだけ覗いて帰ろうかな。それはちょっと怖いんで声かけてください。デンには何年いらしたのですか？2年ちょっといました。2年半ぐらいかな。2年半ぐらいですね、はい、結構長かったです。うん、ちょっと慣れ親しんだ店から手帳もある梅田店に、はい、飛び込んでいきます。あっちで本店の店長が泣いてます。もうちょっと寂しがってください。いや泣いてる泣いてる。知らん知らん。はい、なので、神戸のお客様ももし明日お近くに立ち寄られる方いらっしゃいましたら、はい、ぜひご挨拶もさせていただけたらなと思っております。うんうん、はい、あ寂しい。こんばんは、森村さん移動ですか？はい、森村梅田店に。ベチュさんにーやん。ベチュにーにーやん。こんばんぽ。梅田にね、はい、梅田にあさってからです。はい、明日は店にいます。でもベチョミ兄さんね、梅田も、うんうん、よくお越しいただくみたいなの で、ね、まず電で私がマネス選ばせていただいて、それをお持ちになって梅田で森村がね、はい、インクを選ぶという。そうですね、うん。なんとって書いてる。濃厚な2年半和気あいあいの2年半そうですね、本当に。いや、なんか早かったですね。早すぎましたね、びっくり。お待ちしております。ありがとうございます。はい、もう本当に楽しみです。両方行きます。 ありがとうございます。長さははしごしてください。ぜひぜひ。好きな軸用意しておきますね。好きそうな軸用意しておきますからね。じゃあ好きそうなインク用意しておかないとです。後で教えます。わかりました、さんの好みを、はい。なので、はい、ね、皆様も梅田店の方にもお越しいただいて、店の方もお越しいただけると嬉しいなと思っております。もっといられた気がしました。そうなんです、まだまだ、はい、そんなにもベテランではないです。はい、まだまだ若造です。森村さんの手帳デビュー発表楽しみにしてます。 ありがとうございます。そう、手帳ずっと悩んでるんですよね。2人に好みを知られてしまった。関西に、帰省するときに電にも茶屋町にも行きますね。ありがとうございます。今日めっちゃ噛んでるんですよ。めっちゃ噛んでるんですよ。緊張してるんです、最後やから。自分の店神谷だよ、茶屋って。いやちょっと自己紹介練習しといた方がいいんじゃない。はい、梅田茶屋町って、あ、言えます。今言えます。行け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 ます。言えたから行けます。はい、行けます。はい、という感じでね、はい。なんか最後に森間に聞いておきたいことはないですかね。はい、質問とか、まあね、上田でもまたライブ配信やるんでしょうけど、はい、なんか質問とかありましたら、ね、これを抱えて私は明後日出勤します。抱えて箱ごと箱ごとじゃない、箱ごとじゃないです。ちょっと胸に刺していきます。胸に刺すとこがないんでポケットに刺すんですけど。涙うるうる。あ、こんな泣いてます？いや。ちょっとそこはちょっと黙っといてください。黙っといてください。上司に対して黙っといてください。今ちょっと感動のシーンなんで。あ、これ答えて、これ答えて、これ答えて。竹中さんの好きなところはどこですか？いっぱい答えて。いっぱい答えて。めちゃくちゃ言わせるじゃないですか。好きなところ、好きなところ、境町インディゴはめちゃくちゃ好きで。あ、それじゃちょっとダメですか？ダメですか？
元気いっぱいなところ。元気なところ、もう少し、ほぼほぼ餃子しか食べてないところ。いや、それ別にそれ変なやつでしょ、ただの。いやでもやっぱりすごく面白い人だなっていうのはねありますね。本当になかなかこんな人いないですよ、ね、ありがとうございます。はい、ゆみなとでんのコラボライブも期待してますね。あ、そうですね、したいですね。昨年の緊急事態宣言中、アジサイ神戸インク物語セット良かったです。 ありがとうございます。はい、バッチリやんか、いろいろ、はい、これで森村さん答え終わってまう。なんで私よりショック受けてるんですか。おらんくなるから。梅田茶屋町店でこれが目に入らんかって言いながらビスコンティーを皆さんに見せてあげてくださいね。あ、はい、もう見せます、これ自慢します。ちなみにあの定番品なので森村とお揃いも 買っていただけます。はい、いっぱいありすぎてどれから行ったらいいかわからないですよね。そうなんです、いいところたくさんあるのでね。あ、閉店の曲が泣いてる。大人なのに泣いちゃう。ない、泣かないでください。明日も会ってくれるんですね、はい、はい、明日泣きながら来ます。大の大人なのに。ホタルの光で森村さんさようなら感がすごい出て、はい、明日はまだいますよ。めくるめくライブ配信は再開しないんですか。インクのお話し会は梅田店でも引き続きあのしたいなと思っております。閉店の曲がさらにうるる。ホタルの光が切ない。ほんまにめっちゃタイミング。森村さんと竹中さんのコンビ大好きです。寂しいよ。ありがとうございます。あー寂しいよ。もうちょっといい加減慣れてくださいよ。慣れへん。慣れないですか。無理。そうです。いやでもあの2人でねライブもしたいなとは思ってるので、はい、インクのお話たくさん聞けて勉強になりました。好きです。引き続き、はい、インクのお話あのしたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。週末目立ち早町店行こうかな。あ、ぜひぜひお待ちしております。で卒業ですね、はい、卒業証書とかあったらよかった。あー授与したかった。今書いてください。今書いてください。え、今書いてください。あ、そうか、そうか。森村さんいっぱいありがとう。明日会いに行きたいな。あ、ぜひぜひお待ちしております。明日はまだデンにいますので、ぜひ梅田とデンのコラボインスタライブを、はい、ぜひぜひ。今書く笑い。今ね隣でなぎなたで書いてる。なぎなたで書いてる。いいんですか。はい、卒業証書ありがとうございます。卒業、これ森村さん頑張れ。はい、今即席でなぎなたで書いていただきました。ありがとうございます。通勤大変そう。あ、頑張ります。卒業証書授与式。お二人いい関係ですね。微笑ましいです。梅田のライブも楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。即席すぐる。そうですね、めっちゃサラサラサラって書いてくれました、ね、はい。嬉しいね。ちょっと嬉しいんでこれ持って帰ろうかな。モリッツェジの癖が強い。そうですね、これすごいですね。私あの画数をいかに減らすかに全身全霊を注いでるんで。今噛みました。はい、噛んでないです。はい、卒業証書もらいました。ね、これを抱えて明日卒業します。はい、最後に竹中さんのサインが入った方がいい。あ、じゃあ、はい、マイナギナタで。この竹の字も癖強くないですか。 SSP って言われました。 確かに SSP。 たまに言われます。 SSP 記念品でしょう。今日もカミカミに癒されました。ありがとうございます。これ本当にわざとじゃないんですけどね。どうしたら治るんでしょう。あー涙、あー寂しくなってきました。はい、でもあの梅田茶屋町店の方でもいますので、ぜひ、はい、皆様話しかけてください。あー寂しい。ほんまに行くん。え、行きますよ。行きますよ。え、本当に行くんですよね。ドッキリじゃないですよね。ドッキリや。ちょっと今上司に聞いてるんですけど、ドッキリじゃないですよね。はい、はい、すごい神妙な顔で、はいって言われました。神妙な、はい。
梅田、茶屋町また行きます。ありがとうございます。はい、もうすごくね、大阪のお客様とも会うの楽しみです。ほんまに行くん、ほんまに、ほんまに行きます。はい。森村さん、うん？竹中さん、ゴリラも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 。卒業証書にゴリラ書いてるのちょっと意味がわからん。毎回思うんですけど、食パンですよね、やっぱり。あ、ちょっとミスった。用事もないのに茶屋町店行ってしまいそう。あ、ぜひぜひ来てください。ゴリラ増えました。これゴリラですか？ゴリラそうです。はい。なんで卒業証書にゴリラ乗ってるんですか？わからんな。それは私やと思って。はい、じゃあ大事に、はい、はい、パウチして、缶バッチ、はい、そうですね、缶バッチとかにしようかな。あ、いいですね、うんうん、あ、全部、じゃあこれ全部丸ごと缶バッチで。でかT シャツ、T シャツ、T シャツ、これ T シャツ、明日 T シャツでこれ着て、これこれして、これで梅田県にしてください。UTB ショー。とりあえず茶屋町店を遠くからチラチラしちゃう。え、あの、ぜひ声かけてください。寂しいです。はい、はい、あの、怖くないですよ。怖くない、怖くないです。ね。あの、これを目印にしてくださいね。顔出し私してないのでね。ビスコンティ刺してたらモルガです。出た、久々、竹中さんのゴリラ、ね、すごい味がありますね。うん、ゴリという感じでした。はい、いや、ちょっとね、最後ね、いろいろこう乗せつつ、それいいよ、それ別に映さんでいいよ。これ重要じゃないですか。はい、森村、明日で卒業します。あ、ほんまや。え、竹中さんにですか？うん、お客様にね、お客様にメッセージを、うん、お客様にメッセージ、じゃあ今書きます、うん、熱い気持ちを、熱い気持ち。森村さん、顔分からなくても声で分かりそう。そうですね、あ、そうそう、はい、結構そうですね。大竹栄一とかどうでしょう。森村さんって森村さんの雰囲気出てそうって。どういうことやろ、どういうことやろ。どういうこと。あ、喋り方と見た目がっていうことかな。出てます、出て、あ、でも確かに出てるかな。あ、私も声で森村さんですかって聞きました。結構そういう方多いですね。そんなに分かりやすいですか。うんうん、はい、あ、おふみさんからいつもナイスなインクを見つけてくれてありがとうってコメント来てます。 ありがとうございます。ぜひぜひまた、ぜひぜひまたまた、はい、かけました。ちょっと短ない？え、短いですか？え、短い、ちょっと短ないですか？短いですか？もっとなんか熱い。ダメ、ダメですか？もうなんかちょっと一言欲しい。もう一言？もう一言？本当にありがとうございました。無茶ぶりがすごい。あ、お店では確かにあまり噛まないですね。でも噛んでる印象も。あ、本当ですか？でも喋ってると結構噛みますけどね。うん。なんかもうよくわかんない噛み方しますからね。はい、はい、これでいい、これで、はいはいはい、で、梅田でお待ちしてます。よろしくお願いします。はしご経験者、時間どのくらいかかるんですか？お店で過ごす時間によりますね、うん、めっちゃ時刻に、そうですね、30分ぐらいでできます、うんうん。久しぶりにライブ見れてよかったです。ありがとうございます。卒業ライブ IGTV 残してくださいね。はい、残します。卒業ライブいいですね、嬉しい。あロスが私より寂しがってくれてる。はいね、卒業します。ああはいね、ちゃんと卒業証書もいただいたので。そう、これを見た後にすごいな、なんかなんですか、すごいな、なんか文句あるんですか。
ないですないです。なんか私の今週の卒業証書です。いやすごいすごい大きく書いていただいたなと思って、しかもなぎなたで。ありがとうございます。ほんまですね。アイドルの卒コンのような。ああ。涙なくして。森村さん卒業会ですが、竹中さんの栄町インディゴ推しで次に万年筆に入れるインクは栄町インディゴに決めました。ようこそ栄町インディゴ。大阪でも頑張ってください。はい頑張ります。ありがとうございます。竹中さんのアーが切ない。あまだ明日もいますよ。明日もね。でも今日がね最後なので、はいはい、今日はね竹中さんと勤務する最後の日で、もう蛍の光が切ないですね、はい、うん。でも応援来てくださいね、あの、はい、これさして待ってるんで、はい、はいね、頑張ってください。ありがとうございます。はい、いやー寂しい寂しい寂しいです。梅田にね、いても年に応援来ることももしかしたらあるかもしれないので。あ、はい急に元気急に元気になった、はい、そうですね、はい、うん、応援行くかもしれませんので、はい、いつか会いに行きます。ありがとうございます、頑張ってください。ありがとうございます。もうね、梅田でね、手帳の勉強しますね、はい、梅田行ってみたい。お待ちしてます。頑張ってください。茶屋町にも会いに行きます。ありがとうございます。涙こらえながら夕飯作ります。ありがとうございます。急に元気って笑われてます。情緒が不安定。それは不安定にもなりますよ。不安定すぎませんか。手帳披露お待ちしております。ありがとうございます。はい。今日の会 IGTV 残りますか。卒業の会、はい、残すつもりです。でぜひ手帳の前、はいね、手帳どんなのがあるかもう行って楽しみです。絵とかもね描くので、なんかサイズ的に大きいのがいいんじゃないってみんなには言われてるんですけどもね、向こうであのお団子頭さんとかねいらっしゃるので、もうお勉強いっぱいしようかなと思ってます。はい、披露するのがちょっと楽しみですね、皆さん手帳とかあのお持ちの方ぜひ梅田で見せてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じですかね。竹中さんからは頑張ってください、頑張ります。みんなで手帳を見せ合いっこしてオフ会したい。あ、ぜひぜひ、はい、手帳のこと森村さん視点で紹介してもらえるの待ってます。ありがとうございます。まだ本当にあの手帳超初心者なので勉強してからですね、頑張ります。絵を描かれるなら HB が良さそうですね。うんうん、ね、HB 結構いろんな人に勧められます。でも森村さんやっぱり色の組み合わせとかすごいあの、うん、いいので素敵な組み合わせ考えられるので、こう手帳とペンの組み合わせとかね、なんかいい組み合わせを選んでくれそうだなっていうので、うんね、梅田だったらそれも森マーが1から100まで全部、はい、インクまでね、インクもリフィールも全部選ぶのをね、コーディネートできますから、うんうん、そういうのもねちょっと勉強しつつ、はい、パワーアップします。寂しいずっと寂しがってる。いや寂しいですよ、私も寂しいです、うん、寂しい、ほんまに寂しいです。寂しいです。ほんまに。なんでちょっと最後急に歌うの。今日ちやばい。いやだから明日はこのねあのゴリラをね持ちながら、はい。ゴリラじゃない、卒業証書です。卒業証書。ゴリラ、ゴリラ。これねちゃんと持ち帰りますんで。ああそうですね、一緒に旗あげてよかったです。はい恋人じゃないです。仲良しです。仲良しです。いやありがとうございました。はい、皆さん突然ですねあのインスタライブさせていただきましたがありがとうございます。ゴリラのインパクトたるやね、これ全部最後持っていかれてますね。これサムネイルにしましょうか。あいいです ねどこの何のIGTV のあいいですね、ありがとうございます、ね、これねします。はい、寂しいですね。うん、いやでもあのしょっちゅうね梅田と電話あの行き来したりとか電話も
毎日のようにしてるので、はい、毎日電話かけていい？うーん1週間までならいいです。あ、いいや、1週間までならいいです。よくないよ今日元気ですかぐらいだったら全然嬉しいですね。はい竹中さんが茶屋町店に転勤ってこともあるのでは。どうなんでしょうね、わかんないですけど、ね、毎日電話、まあ、あの今年はねまだ店にいますんでね、ぜひ店に会いにいらしてください。毎日電話はなかなかやばいですね。ねえ、ねね、あでもあの手帳を買ったら電話します。あ、してください、はい、一番に教えてください。はいあ、やばい、やばい人になってる、やばい人になってしまった。違うんです。そうですね、業務連絡結構毎日のようにあるんで、うん、ね、これこれサムネイルにしよう、写してサムネイルにしよう。はい、ということで皆様本日はありがとうございましたね。はい、寂しいですが、はい、明日はデンデンおりますので、明後日から梅田の方でどうぞよろしくお願いします。お願いします。ではでは本日はこの辺りで、またよろしくお願いします。バイバーイ。